よかったよかった。それはとてもよかった。はい。そう。お昼のね、配信はしてたんだけど。イベント応援してくださった方ありがとうございました。ちょっとだけね、20分からちょっとだけ20分からね、やりますね。20分ぐらい夕方？昼というか夕方ですね。そう。夕方です。こんばんは。はい、ということで皆様。イベントを応援してくださった方ありがとうございました。ひさしさん、ペンライトありがとうございます。20分から10、20、45分ぐらいまでやりますって言ってますけど、
やります。ゆきたんさん、フラワーシャワーありがとうございます。昼頃にインスタのいいねついて起きてるんだって思った。私はもう昼頃からちゃんと練習してましたからね。はい、えらいえらい。はい、かわいい、ありがとう。 Thank you。 シシエ、はい、そうなんですよ。そう、夕方に1回やって夜に1回、寝る前のね、寝る前だよって感じで。みんなはもう寝る時間ですかね。私もあとは寝るだけ配信です。夏も湯船浸かる。あ、夏はちょっとぬるい、40もいってないか、39度ぐらい。そうのやつをにいつも入る。夏はね、デジタルライブ10万キャスト参加で楽しみが増えた。それはよかった。夏はね、なんかぬるいお湯で、なんかちょっとなんていうの、ぬるいというかに入ったりしますね。私は、いや、39度じゃない、37度とか5度とかのお風呂を入れてた気がする、いつも。でも言うて浸からないね、あんまりあんまり浸からないね。41度は暑いね。やばい、爪切りたい。私も爪長いのが本当に苦手で、ね、すぐ伸びたらすぐ切りたくなるんですよね。そうけど、マジで今回は伸びすぎ。いや、普通に
爪切りをね置いてきたんだよね。いつもあのメイクポーチに入れてるはずなんだけど、だからちょっと買わないといけないんだけど。そう、今めっちゃ伸びてる。そんないいものを買わなくていい、私は。爪長いのでコードちゃんと押せる。確かに。でもね、意外とこのくらいのまでならいいんだけど、ジェルネイルをしちゃうと、ジェルネイルはねガッチガチだから、ここもう本当に爪がここがもうねぐにゃりと曲がらずにガッチガチになるからね。そうだからジェルネイルはねやりたいけどね、そうやったらギターが弾けなくなるんだよね。そういうこと。マニキュアはいいんだけど、いや好きなんだけど、すぐ取れてくるからそれが嫌なんです。だからジェルネイルを自分でセルフでやるようになったわけですね。けど最近はこのジョン・マイ・ラブに出るので、マニキュアとかは一切してない。そう、自分でできるよ。ジェルネイルはジェルとねライトがあればいいんだ。救急箱がなんかどこにあるのか分かんない劇場の、まあ、あると思うんだけど。熊田はあのねさん、熊田はありがとう。いっちゃんさん、ハート。あのねさん、ありがとう。スタンプ、花束。ありがとうございます。イベントは本当にね、今回マジで力入れなくて。いいよって言ってくれたのに、応援してくれた方ありがとうございます。夏にサンダルで足にもネイルしてるとポイント高い。あ、そうなの。もうなんか足ってさ、意外とさジェルネイルで綺麗にしないとさ、意外とね、30時間何も食べてないから全く腹の辺普通に飲む。あらあら、食べて食べて。ホタル祭り楽しかった。セスさん、ペンライトありがとうございます。はい、
タルはみそう、ホタル祭りだけどホタルはねいなかった。でもなんかそこよりそこからちょっと行ったところにすごいホテルが綺麗、ホタルが綺麗なところがあるってりんちゃんが言ってた。でこの前行った写真を見せてくれたんだけど、すっごい綺麗でした。フォローしました。食塩赤木春菜ちゃんありがとう。私もホタル全然見てない。もうなんか中学生の頃に弟とパパがカブトムシ捕まえに行くぞってなったから行った時にホタルがいたぐらいで、そうなんです。そう、ホタルね、光ってました。うん、もう私は見てないんだけどね。りんちゃんが見せてくれた写真でもうめっちゃブワーって本当にイルミネーションみたいな感じになっててびっくりした、本当に。うん、我が父もよく虫取りに連れて行ってくれました。ああいいですね。そうそう、夜にね仕掛けを仕掛けに行ってみたいなってやってましたね。懐かしい。私街中とかで、まあ、夏休みとかね、街中とかでこう虫取り網を持っては、はしゃいでる小学生とかの子たちとかを見てるとすごいなんかその今の大事にしなってめっちゃ思う今のね楽しさを大事にしてくれってすっごい心から思う。ペットショップに売れるのカブトムシって、そうなの？触れます。触れるけど、たまに乱暴な子がいるじゃないですか。それはちょっと厳しいかな。そう。それで、そうだよ。うん、売れる。カエルマジで本当に私見るのも無理。カエルとヘビだけは本当に見たら一回息が止まる感じになっちゃう。そう、一回時が止まる。本当にカエルとヘビはマジで無理って思います。そう、本当にね、あの辺はちょっとマジでやばい。私は本当に無理。ゆいちゃんと同じというか女子みんなそうじゃない？大体そうよ。で普通に大体そうよ。本当にマジで無理。ママガエルも無理。本当に無理なんだよね。うん。もはや絵文字もちょっと厳しい。
もはやね、絵文字もちょっとあれなんだけどね、本当は。そう、ちょっとね、ヘビは本当に無理ですね。本当にヘビとカエル本当に無理。カエルのパーカー、あれはね、カエルチョコなんだよね。まあ、カエルチョコも十分あれだけど、ケロケロキラッピーはさ、キャラクターじゃないですか、ゴリゴリに。そんなキュルキュルしてるじゃないですか。しかもケロケロキラッピーってさ、もうなんかこうザ・カエルですじゃなくてさ、なんかさ、なんて言うんだろう、もう本当に可愛い緑のキャラクターって感じじゃん、どっちかというと。うん、そう、だからシンプルに普通に可愛いと思うけど、ガチの方はちょっと厳しいかなみたいなって思いますね。はい、とてもトカゲとか無理だね。なんかちょっと表面がトゥルってしてるやつはちょっと苦手。お魚とかはいける、まだちょっと触るのちょっと怖いけど、そう、トカゲはマジで。だけ見つけて、本当によく言っていただくありがとうございます、嬉しい。クモは大きいのは無理だけど、ちっちゃいのはいける。いや、なんか黒いのは無理。普通にちっちゃい、なんか細いっていうかちっちゃいよって感じなら大丈夫なんだけど、うん、素手では無理。けど赤ちゃんクモは大丈夫、全然触れちゃう。ミミズ触りはしないね。うん、うん、なんかさ、なんか赤、なんかさ、赤ちゃん、クモの赤ちゃんってさ、超ちっちゃい、ほんとこのぐらいのサイズで、ちょっと半透明なんですよ。あれは全然いける。地面ある、タランチュラマジで無理。え、そう、ちっちゃいクモならいいんだけど、普通にクモは触れない。ホアンさん、ハート、ユーマさん、ハート、ありがとうございます。昨日久々に表示できてよかった、ありがとうございます。ありがとう。前回言ったのが4月中旬ぐらい。じゃあ私かな。ギリギリわかんない私かな。膝振るより中に住んでも無理なのかな。無理。え、そうだよね、普通に。そう、巨大な雲はね、うん、あり、見たことあるけど、恐ろしいね、あれは本当に。そう、おばあちゃん家とかの
ばあちゃんちとかのさ、なんかもう使ってないよみたいな感じのさ、もうなんか外に置いてある車庫みたいなやつとか、普通にそのなんていうの、ちょっと蜘蛛の巣が張ってるとこにパッて見たらすっごいでっかい蜘蛛がいて、びっくりだわ。好きな生物、私あんまり私あんまり得意じゃないかもしれない。なんかこうワンちゃんとかも見るのはかわいいってなるけど、なんかいざ触るとなるとちょっと恐る。子犬、ワンちゃんは全然いけちゃうんだけどね。ワンちゃんと猫ちゃんは、あとなんだ、あとなんだろう、ワンちゃんと猫ちゃんとかはいけるんだけど、けどなんかいけるって言ってもほんとちょっと触れるぐらいで、そう、生き物がちょっと苦手かもしれないちょっとだけね、なんか恐れ多くなっちゃう。わっちぃ、人間も怖いよね人間、いや私生き物、そうだね、人間はいい、人間は好きなんだけどね、なんかなんて言うんだろう、そんなにこの生き物が好きでこの生き物が嫌いでっていうのはあんまりない、あんまり関心がないのかな、そうかもしれない、そう、生き物にあんまり関心がないかもしれない。そのこれが超好きでこれはめっちゃ苦手で、これなら触れてこれなら触れなくてみたいなのは全然ない。別になんか触ろうと思えば触れるしって思うと思う。植物は好き、植物は好きだと思う。あ、お花とかは好きですね。なぎちゃんもそうなの。人間が一番怖い、間違いないわ。頭脳を持った生物が一番怖いからね、マジで。多少頭脳を持った生き物が怖い、一番怖いからね。太田直さまに生き物が苦手、やっぱいるよね。私もちょっと生き物苦手なんだよね。生き物、地球上にいる全、地球、宇宙にもいるかもしれないけどね、宇宙にいる生き物というものがちょっと苦手なんだよね。そう、人間はさ面白みがあるけれど誰、宇宙人みたいになってない今、大丈夫、人間は面白みがあるけれどとか言って、そうなんだけどさ、人間は掘れば掘るほど面白いけど、なんか、そうだね、一番面白いのも人間だから。まあね、掘れば掘るほどね、わかることがあれですから。やっぱ人間ってさ、なんか人それぞれ考えてることが全然違ったりするじゃん。考えてることが同じでもちょっと違ったりとか、別のことと一緒に考えてたりとか、もはや全く別のことを考えてたりとか、何も考えてなかったりとか、だから怖いんだよね。読めないじゃん、心が。心が読めたらいいんだけど、別に、まあ、読めても嫌なんだけどね
いや、見る分にはね、すごいもう可愛いってなるけど、ワンちゃんも猫ちゃんも、いざ生き物というものを目の前にしちゃうと、こうちょっと恐れ多くなる。そう、可愛いんだけどね、めっちゃ可愛いんだけどね、触れないんだよね。まあ、触ろうと思えば触れるんだけど、全然物によっては。ちょっとカエルとヘビはマジで無理。本当に。本当に結構ガチで無理ですね。わかる。でもね、多分ね、ワンちゃんを飼ったりとかしたら可愛いってなるけど、うん、絶対ね可愛いってなるし、猫ちゃんもね飼ったら可愛いってなるし、人が変わったようにすごい可愛がると思うんだよね。普通にワンちゃんと猫ちゃんは好きなんですよ。そう、今日なんかこの動物が好きっていう特定の動物はあんまりないかもしれない。うん、でもイルカとか好き急にイルカとか好き、割と。なんかこう人懐っこい動物とかがすごい可愛いってなっちゃうね。柴犬ちゃんたち可愛いよね。私でも普通に超可愛いワンちゃんとかのインスタグラムのアカウントを調べていっぱい見たりとかしてる。実はシャチは可愛い。でもシャチってね、めっちゃ頭いいし、会話してるっていう研究結果が出てるらしいですよ最近。知ってます？私最近見たんだけど、シャチって仲間同士で会話して作戦を練って、で獲物を捕まえるんだって。ガチで頭いいよ。うん、だから人間も頭がいいから人間も襲わないんだって。むやみにこう攻撃したりしなければね。頭がいいって本当にすごい、マジで。シャチって最強だよね。天敵がないらしいからっていう渡るさん情報。人生にシャチあれ、そう、サチなのよ。そう、サチだね、多分。ダーウィンが来た見てます。私ね、フィリーウィリーみたいなっていう映画見たことある。ツッコミ早、もうズバズバいきますからね。ドッグカフェ、え、私柴犬カフェみたいなのに行きました、さっきと前。うん、普通にね、普通にいけるんだけど。シャチ逃がすやつ、あ、そう、それそれそれ、めっちゃ面白かった。まあ見たっつってもなんか全然中学生の頃とかなんだけどね。そう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 、飛ぶやつ。そう、でも私サメ系、マジでサメ系がちょっと苦手。ちっちゃいさ、ちっちゃいサメとかもね無理なんだよね。で、普通に海とかにいて生き物がファってきたら無理ってなる。うん、だからプールにしか、海がめっちゃ好きだし、
透き通った海ならいいんだけど、超透き通った海なら全然いいんだけど、そう前なんか釣りをしてる時にちっちゃいサメみたいなのがいて、マジで怖くて固まっちゃったのよ上からもう超上からね見てるだけなんだけど、釣りしてないわ、全然海岸のさところにあったんだけど、ちっちゃい子、本当にあのなんか小判ザメっていうのかな、猫ザメ、なんかさこうクジラにひっついてるようなやつ、本当に超ちっちゃいこんぐらいのやつ、でも本当にそれが怖くて海洋生物がちょっと怖いじゃあランキング見ます。13位ルルちゃん会長、32位 MT731 位ジョークスノさん、10位ヒデル、30位9位ホアンさん、8位ユーマさん、7位ユーキタンさん、6位ジャリングさん、5位ツーリンダルマさん、4位ヒサシさん、2位横吉さん、3位横吉さん、2位テン、なんだテンさん1位アナルさん、ミスが成功でした。ということでイベント応援してくださった方ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。明日はちょっとワンチャン朝にするかもしれないので、さようなら。バイバーイ。おやすみなさい。イティ。